これもどかしマーケットって聞いた時どう思ったの正直えだゲストはもどかしマーケッツの皆さんです。いえだーじゃあ皆さん、自己紹介任せていいですか。あ、はい、皆さんこんにちは、私たちもどかしマーケッツです。ライブでは、歌の見せるよ、クランクのギャップに注目してください。もどまけのおしゃべり担当、イルフはリーダー、日向さくらです。イエーイ。もどまけのアイドル特性で、ライブでは煽りを担当しています。胸キュンスマイル、届けます、七瀬彩です。はい、マザー牧場ですね。マザーです。マザーです。マザー牧場ですよ。東京ドームの何倍もあるんですよ。これプロフィールだとすごい人数いっぱいいるけど、本当は6人で活動してるんですけど、はい、今日はモノマケの中から、はい、現役女子大生チーム3人でやってきます。デビューはいつなの。デビューは6月13日なんです。この間じゃん、はい、ライブというのは やれてないのかまだ。最近やったよね。はい、個人でライブをするそうなんだ。結構気になることいっぱいありますよね。何？まずグループで由来とか。あ、俺もどかしマーケットについて話したよ。この子たちもどかしマーケットって、はい、絶対もどかしいことを言うから、はい、多分予想として自己紹介の時に一つ一つもどかしいこと言っていくとネタがなくなっちゃうから、はい、ライブには一個ずつで言わない方がいいよって言ってた。言ってたね俺。そうなんですよ。それから、はい、今気づいたけど全然もどかしいこと言ってねえじゃん。いや、そこはおかしいなっていうのはやっぱ気になる。おかしいよ。ライブに最近よく言う。何が主人全然見せてみて。じゃあ、いきますね。洗濯機の裏に物が落ちちゃって取れそうで取れない、どうしよう。なーにーもどかしい。クールポコじゃない。そうそう。マーケットってグループになったから もどかしいマーケットっていうライブですね、うん、やっぱ世の中ですごいもどかしいって思うことたくさんあるじゃないですか、うん、でやっぱ私たちはそういうもどかしい思いに元気を示したいっていう思いとか、うん、勇気をね届けたいっていう思いがあって、うん、もどかしマーケットという名前でやってます。これもどかしマーケットって聞いた時どう思ったの正直。言ってあげた方がいいか、ちょっと花村さん、はい、はい、どういう子。花村愛ちゃんは唯一のグループ内 JK なんですけど、おお、アクロバットがすごく得意で。あら、そうなんです。じゃあステージではすごいんだ。モノマケのライブパフォーマンス結構醍醐味にもなって、うん、ね、そうです。彼女は、はい、奈良崎さんは。奈良崎さんは私と同じ福岡県出身の子なんですけど、うん、すごい見た目はクールな感じで、はい、パフォーマンスとかもかっこいいんですけど、結構おじさんっぽい、なんか食べ物が好きで、なんか砂肝が好きとかそういうところがあったりとか、リアクションがすごい大きいですよ。それまとめるとおじさんってこと。あ、そうですね、まずはおじさんです。おじさんね、おじさんです。雨宮さんは。はい、ダンスマシン、私たちのダンスマシン、私たちのグループのダンスリーダーなんですけども、ショートカットで、はい、イケメン担当をして、キワキに決めて。モノマケって逆にそういう歌得意だけどどんな歌があるのかってみんな気になってると思う。オリジナルもあるの。あるんです。4曲今ライブでパフォーマンスさせていただいてるんですけども、そのうちの2曲が事務所の先輩のワンズの木村慎也さんに
よく提供して、言ってた、あの時言ってた、思い出しました。すごい、事務所の先輩にすごい人がいるんですよ。こういう曲、妄想攻略ラビリンスっていう曲があるんですけれども、うん、こちらも事務所の先輩のアキラさんに作詞をしていただいて、うん、で、うん、さらにさらにもう一曲、うん、最後の4曲目のもどかしい私は、末松亮太さんに作曲をしていただいて、うん、もうあの素敵な方々に支えられながら活動させていただいております。そうなん、はい、せっかくなのでね、ここにジリオカさんいるから、はい、もどかしい満月から聞きたいことない？はい、篠原先生、はい、私たちそれこそ MC とかで先ほどなーにとかでも、うん、なのでぜひこの機会に、うん、石井さんと私たちもどかしマーケットでコネクタを作りたい。藤崎マーケットしかないの。ああ誰も言ってない、ラララライのやつやってないですよ、はい、もどかしそれだそれだ、これでそれでいいこれまとまりましたよ。すごい、ありがとうございます。告知、そうですね、告知、はい、私マーケッツはですね、うん、あの夏休みの7月に1ヶ月半あの新人定期講をさせていただいたんですけども、うん、あのそちらで優勝させていただいたんですね。はい、そして優勝させていただいて、その特典ではないんですけど、それであの写真集の制作 と、 あと新曲のリリースと、うん、あとは秋葉原駅前のサイネージ広告に出させていただくことになりました。おありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。